皆さんこんにちは、ウルトラランナーのミャクです。今日も京都でファンランをしていきたいと思います。今日はファンランしたい、ファン美味しそう、ファン食べたいというリクエストをいただいたので、この方と一緒に走ります。じゃん、ウルトラランナーのタロです。ファン食べたい、ファン好きなのよ。ファン好き？そう、あ、いいね。いつも見てて、これはいつかファンランに呼んでもらおうと思って呼ばせていただきました。ということで今日はですね、ここね、お茶の水からスタートします。はい、2軒ぐらいかな、ちょっとはしごしようかなと思います。それではレッツファンラン。あいえいえい。その編集してくれてる友達はいつからの仲なん？大学の同級生、あの大学の部活が一緒で、うんうん、あ、そうなんや。そうそうそう。あ、じゃあ1000人まで自分でやってた？そう。だからか、なんか突然さ、テイストが変わってるからね。まあまあ、ちゃんと言えばできるんだよ。はい。皇居でーす。近いね。そう、いい場所だね。早い人はさ、時計内側につけるん？関係ないんじゃない？関係ない。走るときに、脇締めるって走りたくて、うん、手をこう返すと、肩甲骨引くときに、肩甲骨使えて引けるの、うん、これでこう返すよりも、こっちで見た方が自然じゃない？自然、確かに。こうやって振るから手返すの疲れてしまう。気持ちいいね、朝の皇居。めっちゃいい天気じゃんね。よかったよ、雨降んないじゃん。あれ雨男やっけ？そう、晴れ女。晴れ女。ああ、じゃあど晴れ。宮子さんに負けたんだ。はぁ、やっとパンランに戻れます。さっきまで補強をしておりましたね。お腹すいたね、うん、もうね、方向音痴の我らでも大丈夫だと思うぐらいまっすぐです、ね、あとちょっとって何キロぐらい感覚的に？1キロ。ああ、じゃあまだあとちょっとではないね。2キロぐらい。なんか綺麗な人のさ、走りってほんと見続けられる。じゃあもうずっと見てくれ。365日24時間。いや、やば。カロさんの最近のニュースないの？なんでもいい。なんでもいい。山のレースで優勝したこと。ああ。ザオースカイランっていうのバーティカルってやつで優勝したこと。うん。いや、すごい。本当にすごいよ。惚れますか？ビビった。いや。いや、足りないのか、これじゃ。他は優勝した以外のニュース。パラリンピックの。ちょっとスタッフで選手村行きました。おお、どんな感じなん？ここは日本じゃないみたいな。あ、そうなんだ。知ってるかもしれないし、選手村のベッドが段ボールでできたとか、外出ようにもうガードマンみたいな人がいて出れないし、そうなんだ。すごいこうなんかね、やっぱ隔離されてる感じがあって、ね、いつもだったらどこでも行けに行けないっていうのがやっぱ一日で苦しくなっちゃうね。へえー、ご飯は食べた？美味しかったの？食べた。何が美味しかった？ケーキ。いいね。何ケーキがありました？なんかよくあるチーズケーキとかチョコケーキ、ストロベリーケーキ、団子とかたい焼きとか。へえ、綺麗です。かわいいですね。4歳。え、最高さ、何歳って言われたことある？20歳未満には見られるから、今27だから7歳下。さ、上はもう全然30後半ぐらい。その差は何なんだろうね。分かんないって言われる。うん、うちも分かんなかった。最初はめっちゃ下かめっちゃ上かどっちだろうなって思って。かわいい。何これ。猫が水の上乗ってる。何なんだろう。果たして。ミヤコ。はい、ミヤコです。出てきた、出てきた。あった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 。到着でーす。かわいい。並んで並んで。届くかな。ギリ。届かないんじゃない？ありがとうございます。かわいい。バナナや。本当だ。いいね、なんかサイズが全部かわいい。森とかめちゃくちゃ前クロワッサンとメロンパン好き。絶対美味しそうじゃない？チーズ、ホワイトソースとチーズで。はい、パンをゲットしたので公園に向かいます。お腹すいた。早く食べたいから。わーい、見てー、かわいい。クマー、かわいい。クロワッサンとベーグル。いいね、ベーグル。めっちゃ美味しそう。クリームチーズ絶対美味しい。いただきます。いただきます。美味しい。もう
お腹空いてたよ。見て、かわいい。のどか。何遊びしてた？ちっちゃい時。何でもやってたかも。何が好きだった？軽道路かな。うんうんうん。色分けを判定。何それ？警察決めるとき。ローカルルールかな。どうやって決めるのじゃあ。はい、警察。自主性？もうセカンドパンに移ります。早い。とりあえずどこでもクロワッサンを食べる。そのお店でクロワッサン美味しいお店は大体美味しいかな。クロワッサンで評価する。なるほどね。パン屋。寿司屋の卵みたいなね。サンドイッチ。お腹いっぱいになっちゃうかも。それね、なっちゃいそう。じゃあ一番好きなパンはクロワッサンなの。うん。二番目はメロンパン。メロンパンかカレーパン。あとチーズが乗ってるやつとか。あとデニッシュとか。クロパンとか。ホットドッグ。はい、ということで1軒目のパン屋に行ったので、次は2軒目です。お腹はいけますか？もうお腹いっぱいや。美味しかった。美味しかったね。あったかいしね。ダメですよ、まだ走ります。まだパンに行きます。次はね、ドイツパン、うん、ありがとう、調べてくれて。あ、ポイントアップ。あ、私のポイントアップ。やった。何ポイントぐらい？101ポイントぐらい。めっちゃ上がるやん。いや、そんなのはどうでもいいんだけど、これ俺のカメラやからね。ありがとう。切れると思ったのにさ、まだ大丈夫。絶対ダメやろ。もう待ってないよ。下り坂の走るコツは？下りは得意じゃないから教えられません。山っていっぱい岩とか根っことかがあるから、一瞬の判断しなくちゃいけないわけ。目が悪いから、ヒッて言うから、だから遅いの。上りは速いスピードじゃないから、うん、得意なの。水天宮前。何があるか分からん。水天宮だ。じゃあ一番さ、よくされる質問って何？なんでクレイジーカロップ？ああ、何言われる？月間どのぐらい走ってるんですか？ああ、言われる。着いた着いた。お腹空いた？クロワッサンなら入る。カラさん到着ですよ。ドイツパンタンネ到着です。美味しそう。お腹いっぱいですね。お腹いっぱいですか？硬そう。カイザーをパンをゲットしたんですけど、見て、アイス買ってます。お腹いっぱい。はい、はい、あるよ。あ、いや、クロワッサンでした。またクロワッサン。プレッツェル、かわいい。お、見て。うん、いいですね、本場感がありますね。本場感ある、ドイツで感じするわ。これフランスやけどな。うまっ。アイス。じゃあアイスは何が好き？白クマくん。え、あれやろ、カップのやつやろ。うん、白クマくんって言うねや。白クマやと思った。白クマアイスやった。白クマか、うん、かわいい。なんかアメちゃんみたいなノリで、うん、あとガリガリくん。はい、ごちそうさまでした。美味しかったですね。どうでしたか、パンランは？美味しかったです。クロワッサンがやっぱ好きだなって、うん、ああね、改めて思ったんですけど、ただ最初に食べたベーグルが重くて2個食べるもんじゃなかったなっていう。そうなのよ、はしごするときは1個で次の店のことも考えないといけないっていう。そうだね、これはパンランの掟です。でも美味しかった。美味しかった、うん、ありがとうございます。またしよう。もうやだ、やだ、もうやだとか言わないでね。ということで、ここまで見てくださってありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。クレイジー、クレイジー。え、真ん中？うん、これだそうです。なんだろう、小学生だからなのか大きく見える。なんていうの、なんか全然面影がないように見える。画像悪くてよくわかんないけど、これはさ
これ20、これ23歳は見えないよ。どうですか。なんかこういうのをポーズにしようとしてたのよ、自分の赤い色、君は自信。